2024年明けましておめでとうございます。はい、今年もやっちゃいますよと。そうですね、いうことです、うんうん、去年から始めてね、もう半年くらいになりました ね、はい、半年経過しまして、年を越しました。はい、はい、それではね、2024年も勉強する中学生高校生応援していきますと。はい、皆さんの味方です、ね、そういう、塾の動画ですよと。はい、はい、いうことは変わりませんけども、はい、まあ、皆さんからねまたいろんなリクエストなんかを、もちろん受け付けておりますので、はい、どん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 参加してみてほしいなと。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、2024年始まりということですので、はい、今年の北上セミナーこんな目標抱負を立てたよって教えてもらえませんか。はい、生徒さん一人一人が目標をはっきりさせましょうっていうプロジェクトを始めてまして、ほうほう、今ここに書類はないんですが、うん、冬季講習でも何をやる、つまり一人のテーマをはっきり立てる、ただ漠然と塾に来ないようにしようっていうのがうちの今目標になってます。あー、わかるな。これさ、例えばでもさ、カリキュラム、そうです、時間割みたいなものが決まってる塾だったらば、はい、時間のコマを消化するとやった気になるんだけど、はい、本当にそれ役に立てますかっていう、そうなんです、ことなんだよね。はい、密度がさ、人によって違うじゃん、はい、そうなんですね。じゃあ自分の、はい、やっぱり個別最適なものを、ね、そうです、探し出していくってことか。そうです、一人一人が、うん、私と一緒に相談をして、あるいは保護者の方も交えて3人で相談してこうしましょうっていうのを決めてやります。なるほど。やっぱりさ、そこが北上セミナーのいいところね。ありがとうございます、うん、みんなさ、自分のためになるんだって、はい、納得したら全然腹に落ちるはずなんです。やります。はい、で、それって疑ってるうちはさ、腹で落ちてねえうちっていうのはさ、やっぱり人間本気になれないからね。お母さんに塾に行かされているとか、うん、おばあさんに塾に行かされているとか、うん、そういう人をできるだけなくそうと今佐々木はやってます、うん、自分が何のためにやるかが分かってる人が、そうです、ね、生徒が分かってたらばベストだから、病院が病気を治すのにカルテを作るじゃないですか、うんうん、それと同じことです、うん、だって病院は漠然と、例えば内科だったら内科の薬を何十粒も出すわけじゃなくて、自分の症状を治すために薬を出すじゃないですか、うんうん、それと同じ、塾は習いたくて来てるんだから、うん、何を習いたいのか、何を習わなきゃいけないのかをあらかじめはっきりさせるシステムに、実は去年、だから2023年の秋頃から移行してたりですね。そう、今年はそれをはっきりさせます。お、じゃあ まだまだ進化してる、ね、そうです、そうです、うんうんうん、それはさ、やっぱり、人それぞれだっていうところがそうです、まずベースにあって、そうです、そうです、で、それをやり始めたら本当は先生は大変なんだよ。そうです、大変なんですけど、それをやらないとお医者さんでもそれをやってるんだから我々塾の先生もやらないといけないっていうのが佐々木の結論です。やりましたよ、うん、ということですから、うん、これがその仙台とか東京の話じゃなくてね、はい、波佐町佐沼、はい、のね、北上セミナーさんで取り組んでいるスタイルですから、はい、うん、まあ、近くの人ももちろん来てると思うんですけど、はい、どの辺まで遠くの人って来てるんですか。遠くは、ね、静川から来たりとか、うんうん、あとは米川の奥から来たりとか、うんうん、あとは、遠くだと今まで一番横山から来たりとか、うんうん、結構遠くから、あと豊里からも今いらしていただいてますし、うん、あと物からもいらしたことがあります。だから遠くから結構来られてます、うんうん、はい、ほんで特にこれね、俺どこで聞いたんだろうな、多分修功高校の中島副校長先生とお話しているときに、はいはい、うん、佐々木先生ってすごく面白い先生ですよねって思ってそうですかね、うん、はい、それでそれがその生徒さんが ね、はい、ね、他の塾じゃダメだっていう生徒さんとか、はい、ね、学校じゃうまくやれないみたいな生徒さんとか、はい、ね、そしたらさ、佐々木先生だってうまくいかないはずだと思いきや、いきなり気が張ったりしてるらしいじゃないですか。ありがとうございます。個別最適な学びとまで大げさなことは言いませんけど、昔からその一人一人がどこの高校に合うのかなとか、どこの大学にどういう受験で受かってもらうのが合うのかなというのはやっぱ考えてきたつもりではあります、ね、そうやってその人のことを
ちゃんと考えてますよって、はい、伝わったらば他でダメだった生徒さんが、はい、いきなりやる気になっちゃう。ありがとうございます。その通りですね。はい、まあそうだよな。自分のことを真剣に考えてくれてるっていうのがさ、はい、一番嬉しいもんね。でらしいですね。みんなそう言ってます。だから本当に私としてはだから今までそれを個人の直感でやってたものを文章に残す。文章に残すってことはもやもや思ってたことが、あるいは話し合いでもそのまま思って思いを共有しても流れちゃうじゃないですか。文書に残すことによってこの思いを形にして実際実行していく方向に持っていけるっていうことで今やってます、うん、そしたらばやっぱりもうやったらやった分ちゃんと結果に、ね、反映してくる。そうです。今月はここまでやりますとか、うん、来月はここをやりますっていうふうに紙を出してみんなに書いてもらってやってます、うん、そういうことがこう手応えになって、はい、そして成果につながって、はい、そしてもっとはい、改善がされていくっていう、こうぐる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 こう回って、はい、いい循環が始まる。そうなんですね。実は手前味噌なんですけども、去年本当に自分は英語嫌いだって生徒が何人か、去年の中3生、今の高1生でいたんですけども、その人たちがうち何人かはもう英検2級に挑戦するまでになってます。それはなぜかというと英語だけだったんですけど、ここまで単語を覚えようとか、うん、文法をここまでやろう、会話、つまりスピーキングも英検は必要ですから、うん、ここまで話せるようになるっていう目標を立ててやっていって、5級、4級からチャレンジして2級にチャレンジした人が数名、準2級にチャレンジした人が数名というまで上がってきました、うん、去年の中3生は全員英語嫌いでしたから、うん、去年、一昨年ね、うん、今の高1ですから、はい、その人たちで効果があったので他の学年にもその紙で書いて目標を立てようっていう、うん、高校1年生でもう2級やってるんだ。やってる子が今数名います。それはやっぱその子たちがすごい特別な、例えば偏差値80とかの能力あるわけじゃなくて、うんうん、そういうテストが上手なわけじゃなくて、うん、言葉にして努力していったことがやっぱ大きいですね。そっか。じゃあ実際にもうそういう高い目標もクリアできるようにね。そうですね、なってきてる。ここまでやる、今月はここまでやるっていうことを毎月、その部活が忙しいでしょ彼ら彼女らは、うん、まあ高1ですから。でもやっぱりその文書にして、でこの目標だけはクリアするために塾に例えば夜の7時半とか8時から来て10時までいるわけですよ、うん、そういうことをやって私とそう一緒に指導レッスンしながら伸ばしていったって感じです。彼ら彼女らは英検はじゃあみるみる成果が出てる。出ます。英検のいいところは TOEIC とかと違って、5級から9でやっていけるので、ここが一番簡単なステップだよ、次はここまでいって4級ここまでだよ、3級はここまでだよ、12級はここまでだよってあるので、英検って大体4ヶ月ぐらいの頻度で行われるんで、4ヶ月ごとに行われるので、ちょうど勉強4ヶ月した成果が試せる形にできる。お、今度今月1月1月です、うんうん、1、6、10ですね、うんうん、はい、そっかそっか。じゃあこれを高校生のうちにやっていくと2級超えて、はい、準1級とか、はい、行っちゃうかもしれない。行く可能性もあります。もちろん本人 も努力も必要ですし、私もサポートしますけれども、ね、今の高校1年生は、はい、春から2年生で、はい、うん、2級、準1級って行くかもしれない。苦手から始まっていいんだよ最初は。僕その頃2級チャレンジしているこの一人なんか、私英語嫌いだから、僕英語嫌いだから5級取るのやっとだって、それこそ中3の頃言ってたんですよ、うん、長文も文字で30点ぐらいしか取れないとか言ってた子が今2級をチャレンジするまでなってますから、偏差値例えば40だから私は英語とは縁がないんだと思わないでください。え、2級だったらもう履歴書書いても胸張れる感じ。そうなんです。 TOEIC で600点レベルですから、ね、そのぐらい高1のうちに行けそうな感じ。やっぱ英語というのは日本の教育を批判するわけではないけれども、やっぱりその使えてなんぼっていう頭が私にあるので、うん、使うための文法であり、使うための単語であり、使うための読解であり、使うためのスピーキングなんで、ね、そこをちゃんとすれば能力に関係なく2級まではいけると思います。英語はね、できたらばやっぱ武器になるよ、はい、将来の武器になる。はい、その通りです。まあほら、自分をさ、なんかこうスペックで表したりするとゲームみたいで分かりやすいでしょ。そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、自分体力あるからライフは強いよとかさ、はいはいはい、はい、うん、あと英語が得意だからこれは海外向けのスペックが高いよとかさ、
そうです、そうです、ね。そういうことなんです、英検をやってもらうっていう人は。まあ、海外に行くっていうとまだビビるかもしれないけど、日本にいて来てこっちに来た外国人とコミュニケーション取るってこともあるからね、はい、そうなんです。で現にあのこれ宣伝なわけではないんですけども、あの中学校2年生1年生の子で、今小学校からやって英語が嫌いだった子が5級を取ったり4級を取ったりしてるんですよ。おお、いいね。そしてあの高校入試に備えよう、今中1の子と中2の子と中3の子がそんな感じかな。でも中3の子は今3級取っちゃった子もいますし、そうやってあの嫌いだった子を得意にする、うんうん、まあ、英語の話になっちゃいましたけど、英語以外の科目でも塾の仕事って嫌いだったものを少しでも好きにさせなってもらう、うん、そこかなと思ってます。まあできないうちは好きになるわけないから。その通りです、その通りです、その通りです。まあ、あのできてきて、はい、結果好きになるんだと思うから、ね、そうなんです、うん、スモールステップなんです。だからちょっとずつ、ああできる、できた、はい、お面白い、はい、っていうステップだな。問題が解けた、面白い、うん、数学でも同じことですけど、はい、ね、まあ自分で今回点数良かったなとかって思うと、はい、自分で気分良くなっちゃう。そうなんです、うん、まあ、あと親とか先生にも褒められるとかさそういういいことも出てくるから、そうなんです、だんだんね、あのやる気になってくるってことだ。相乗効果ってやつですね、難しい言葉で言うと。まあまあ、はい、要するにほら、あの個人情報云々とかって言うけどさ、昔はさ、あのテストの結果壁に貼り出されたりしたの、昭和のヤバい頃。そうですね、私の通ってる高校なんかは全員貼り出されましたからね。